お疲れ様でーす。お,お疲れ様ー。<laughs> 何か何がそんな。すみません。面白い。<laughs> 面白い。面白い面白い。白い <laughs> なんか見てると笑っちゃいます。待って待って待って。<laughs> でも早速馴染んでるんだよねもうね。いやそんなことないですけど。そんなことないですけど。そんな言い, <laughs> い,い方してない。今、うん、入社して十二日。うん 目に。二日目。目にその刻み方。二日目なんですけど。もう十日目で。えっと、定時ニュース。ただいまテレビ。で。あと、バカ売れ。の収録して。どうだったね。てんてこまいでございます。てんてこまい。てんでございます。てんてことか使うんだ。若者も使います。あ、若者も使う。すごいもんね。今日どっかで出るか期待しております。でもさ、ほら、ただいまテレビニュースやって。 も最初の収録を終えてさ「定時ジニュース」も普通にやってるじゃんどうよテレシスえっ私すごい皆さん仲いいなって思いましたすごくねごめんやってしまいましたやってしまいましたすごく仲いいなって思いましたまあ確か先輩方年代続いてるじゃないですかそれだからっていうのもあると思うんですけどすごくフレンドリーだなっていう感じですねそうですか 私たちがかんでるなんだような、すごくね、思うんだけど、トップクラスにフレンドリー。よ本当です。あなたが。でもどう静岡来てさ、静岡ここいいなとか、早速感じ始めてんじゃないと思う。確かにありますね。でももともと私神奈川出身なので。そうです。そうです。よくドライブだよね。まあ絶対必ず大学生が訪れるや、三島。スカイウォーク。とか、まあ御殿場アウトレットも行きますし。あ、うんうんうん。 あのマリス好きだったので今も好きなんですけどエスパルスのアウェーの試合あかそうですアイスターにも来てじゃあ静岡割と馴染みあるんだそうですね隣ですもんでもさこっち来て女性の先輩を中心にさ日々にぎやかにやってるじゃない楽しいですかテレシーズは楽しいですなんかあのやっぱり年が離れているっていうのもあった あって結構不安な部分はありましたけど、うん、先輩方からもすごく話しかけてくださいますし、うん、私もこう全然気軽にいろんな質問できるのでよかった本当に楽しいですもう本当に先輩方に助けられてます今あ、そうですか、はい、ね、時に若者言葉とやらを織り交ぜながら <laughs> 若いねとか言っていただいた。電波には載せないようにね。してるんだよね今ね。こう切り切りのところでやらせていただいて。あと動きすごい。じゃパフォーマーなんで。お、そうなの？そうです。大学時代はチアリーディングをやってたので。そうだ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 。いつでもあの舞台だと思ってます。ええチア。 っていうのはどういう感じのチアもうあ普通に野球の応援とかああそうです野球の応援も行ってましたし私たちの競技として全国大会とかにもで、学生時代はずっと部活でチアリーディングそうです高校も高校はえっとフラダンスをあ,<ー>あの小学校からずっとやってます小学校からずっとはいずっとパフォーマーじゃんそうパフォーマーなんですだから、えー、なんでアナウンサー <laughs>、ね、でもアナウンサーもやっぱり、うん 表現と言いますか表現をしてきたからこそ、うん、まあそのアンカーとして、うん、自分の表現で伝えたいみたいなところはありましたね。